ここでは障害基礎年金と障害厚生年金について理解していただきたいと思います公的年金の被保険者は一定の障害状態になって初診日から1年6ヶ月以内に病気や怪我が治った時または初診日から1年6ヶ月経過後から障害年金を受給することができますなおここでいう治るの概念は完全に回復することではなくて 症状が固定してこれ以上改善の見込みがない状態のことを言います公的年金における障害は重いものから順に1級2級3級に区分されて区分に応じた給付がされます障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があってまず年金の体系図からこれらの位置づけを確認しておきますと障害基礎年金は 一定要件を満たすと受給することができる国民年金の給付で1回部分の話ですそれから障害厚生年金は一定要件を満たすと受給することができる厚生年金保険の給付で国民年金の2号被保険者の2回部分の話です給付内容は障害の程度によって変わって程度が重いほど支給額が多くなります 障害基礎年金は障害等級1級または2級に該当した場合に支給されて3級では支給されません一方障害厚生年金は障害等級1級から3級に該当した場合に支給されますそれから3級より軽度の場合でも障害手当金という一時金が支払われますそれでは今回はここで終わりますありがとうございました